医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、河村慎也です。待合室をですね、ただ患者さんが待っているだけの空間じゃなくてですね、それをアップグレードするために待合室のマーケティングをしようということで、その手法はいくつかあるなと思うんですけれども、今日はですね、まあその取っかかりといいますか、導入編ということで、デジタルサイネージ、大型のモニターなどを使ってアップグレードしようというところの動画になります。で、今回はですね、レイヤードさんという企業、かつてはですね、メディアコンテンツファクトリーさん、院内サイネージの老舗さんで20年以上の実績があられるんですけれども、そちらで培われたノウハウのようなものを聞いて、例えば増収術ですとか、最近のトレンドみたいなところを聞いています。で、初めに言っときますと、そのノウハウを集約したコンテンツ付きのですね、サイネージ商品、メディキャスターという商品があるんですけれども、そちらですね、実は破格の値段の商品になってまして、まあその情報もですね、耳寄りですので合わせてお伝えをしようと思います。で、インタビューの後にですね、院内のマーケティング、特にこうモニターを使ったマーケティングのことについて私がまとめていきますので、ぜひ最後までご覧いただければというふうに思います。まずはインタビューからどうぞ。はい、今ですね、レイヤードさんにお伺いをしておりまして、お隣にいらっしゃるのが今日ご説明をいただく加藤さんになります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日は待合室マーケティングということで参ったわけなんですけれども、そもそもレイヤードさんがどんな会社かというのと、簡単に紹介していただいていいですか。はい、我々株式会社レイヤードと申しまして、基本的には医療 IT の会社となっております。うん、はい、医療者と患者様の間にある課題にアプローチしたプロダクトを展開しているような会社でして、はい、具体的に申しますと、ウェブの予約システムや、うん、問診システム、うん、あと電話の自動応答システムとか、はいはいはい、いろんなサービスをですね、展開しているような会社でございます。はい、で、今まあ流れてますけど、今日はまあこのサイネージ系を中心に待合室のちょっとマーケティングを聞いていこうと思うんですけれども、はい、そもそもレイヤードさんって、まあ前の会社の名前もありましたけれども、はい、ここがスタートと言ってもいいですよね。はい、おっしゃる通りです。どのくらい前からやってるんですか。我々このデジタルサイネージをですね、20年以上前から実はやってる会社でして。なるほどなるほど。はい、弊社の会社名もともとメディアコンテンツファクトリーというデジタルサイネージのための会社のような形からスタートしたような会社にはなりますので、はい、黎明期からこちらのサービスを展開しているような会社でございます。なるほど、はい、そういう酸いも甘いも多分知っておられるレイヤードさんに、まあ、この活用の仕方っていうのを聞いていこうかなと思うんですけれども、はい、待合室のいろんなこうマーケティング、場合によってはまあ動線の改善もできるかもしれないなと思うんですけれども、どういったものがありそうでしょうか。例えばですけれども、院芸を考える上でですね、患者様を集めたりですとか、はい、いかにその増刊を、まあ仕組みを作っていくかというところで、まずマーケティングの方面で活用ができるといったところと、あともう一つはその診察の効率を上げるようなですね、業務効率化の面で非常に役に立つのではないかと考えております。はいはい、で、今こちらになんか図をこう写してもらった感じですけれども、はい、これどういうことなんですかね。院系の対策における重要な考え方といたしまして、新刊獲得というところに先生方注力をされることが多いと思うんですけれども、はいはい、よくよく考えてみますと、一回来ていた患者様をいかに定着をしていただいて、離脱をさせないというところと、はい、うんうん、また来ていただくために新しい相談をしてくれるような環境づくりというのが非常に重要ではないかなというところで、こうした仕組みづくりが重要なのではないかと考えております。なるほど。新館は、まあ、新しい水道から水がこう流れて、はい、全体の患者さんからまた最新の人が行くっていうことですよね。はい、まあ、ここでリピート率の向上とか、あと離脱防止に向けた仕組みづくりっていうところがあって、まあ、今日はどちらかというとこのあたりのこうお話かなと思うんですけれども、はい、待合室全体の課題っていっぱいあるかなと思うんですけれども、はい、その課題ってどういうところがあるかなと思ってらっしゃいますか。端的に申しますと、待合室や待ち時間というのが、うん、患者様にとってやはり退屈な時間になっているかなというところが一番の課題かなと考えております。はい、待ち時間といったところもですね、考え方次第では診療体験の一部に変えることができるのではないかなと考えておりまして、なるほど、診療体験の一部、はい、診療と同じレベル間で待ってる時間を捉えるということですね。はい、おっしゃる通りです。なるほど。それを変えるために、はい、まあ、いろんな施策が打てるということですよね。はい、その具体例みたいな解決策みたいなのをいくつかこう聞いていこうかなと思うんですけれども、はい、スライド変えていただいて、待合室紙がこういっぱい貼ってあるというのものなんですけれども、これでは
ダメっていうことなんですよね。こうやってあの張り紙を多くされているようなクリニックさんもよく見かけるかなと思うんですけれども、なかなかこのポスターを立って見に行く患者様っていうのは見かけないかなと、はいはい、でそれがどのように変わる感じなんですかね、はい、こうやって画像で見ていただくと分かりやすいと思うのですが、提示物の情報をすべてあのモニターに映すような形で動画で流すことによって、はい、患者様の視線が集中して動画で効率的なご案内ができるのではないかと考えております、うん、なるほど。最近もうこのスタイルというか、真ん中にモニターがあってそこをみんなこう見てるような感じ、まあ、場合によってはテレビ映してるところもあるし、はい、効果的な使い方についてちょっと学んでいこうかなと思うんですけれども、はい、ここになんか予約の番号とかそういうのが書いてあるところが多いかなと思うんですけれども、はい、まさにこんな感じで100番の方まで診察してます、次の方みたいなのはもうここにこう案内するということで、まあ、受付の方が呼んだり先生が呼んだりする手間がこう省けるっていう、はい、あとは番号で呼ぶことによって、まあ、プライバシーもこうある程度こう保てるというか、お知らせみたいなのがこう出てきますけれども、はい、啓蒙したいことを流せるっていうところだと思うんですけれども、まあ、予約システムの会社さんがそれをモニターに移してということなんですけれども、はいはいはい、啓蒙のやつと一緒にこの予約を移し込むってこともできるんですかね。おっしゃる通りです。画面の左上のところのあの部分に動画を流していくということが可能となっておりますので、はいはい、疾患の啓蒙と、うんうん、いわゆるその順番の表示というところを連動させることが可能となっております。合わせてできるような仕組み、はい、それは御社の仕組みでもあるということで、おっしゃる通りです。なるほど、はい、だんだん宣伝っぽくなっちゃうかもしれないんですけれども予約の番号だけだとこっちに集中しないので、まあ、ここにちゃんと目を引くようなものを同時にこうスライドで入れられたらいいですよね。はい、なのでそういう使い方をすることで啓蒙活動がこう広がる感じなんですけれども、具体的にその中身をどうしたらいいかっていうところを教えていただきたいんですけれども、最近だとどんなのがトレンドなんですかね。最近のご活用ですと、はい、疾患やあの検査の掘り起こしというところで、うん、はい、あの使われる、まあ、先生方が多いのではないかな。いろんな動画の活用って書いてありますけど、ディスプレイの活用があって、はい、疾患患者の掘り起こし、はい、それから離脱防止、まあ、業務効率化みたいなところがあって、まあ、最近だとやっぱり増刊とか増収効果になるものをせっかくなんでも出したいということだと思うんですけれども、はい、例えば具体的にどういうものをこうディスプレイすれば良さそうでしょうか。はい、例えばですけれども整形外科様ですと、こうしたあの骨密度の検査の、うん、まあ、啓発ですとか、はい、消化器内科様ですといわゆる内視鏡検査の、うん、いわゆるそのメリットですとか、はい、どうしてあのリスクが分かるのかといったところを啓発されるような先生が多いです、はい、内科や耳鼻科さんですと、うん、いびき、睡眠時無呼吸症候群の、まあ、いわゆるそのリスクという、うん、なかなか患者様ご存知なかったりしますので、はい、まあ、そうしたところの啓発ですとか、はい、例えば今あの花粉症のシーズンに差し掛かってきましたけれども、アレルギーの根本治療というところ、舌下免疫療法のご案内をあのするような医療機関様が増えてきております。なるほど、舌下免疫はまあ有名にはなってきましたけれども、例えば普通に花粉症って来た人がモニター見ながら舌下免疫のこう啓蒙をされると、これやってみたいなと、まあ、舌下免疫はすぐできないかもしれないですけれども、はい、そうやってこう患者さんの頭の中に留めて、患者さんの口から先生あそこで見たんだよみたいにこう言ってもらうようなこう流れを考えて大丈夫ですか。あ、おっしゃる通りです。実際にこれが増えたか増えないかっていうのがこう大事だなと思うんですけれども、はい、これどこなんですかね、効果としては。効果のまあ一例として、はい、あの一つあの我々があのデータを取ったところがあるんですけれども、消化器内科様でピロリ菌の除菌に関してのいわゆる啓発コンテンツを、はい、あの放映した時のデータになりますけれども、もともと半年間ぐらいで、まあ、10件前後の相談がなかったようなクリニック様でも急激に相談が増えてきたりですとか、はい、真ん中やあの右側のクリニック様ですと本当に100件以上その相談が増えているといったところでデータが取れているような、すごい、ね、倍以上ですよね、はい、でこれも多分 1.5 倍とかになってて、はい、母数がまあ少ないかもしれないないけど、はい、まあ、4倍以上になってるっていう、まあ、他に何か変えたっていうよりはディスプレイにピロリ菌除菌できますよと歌っただけっていう。おっしゃる通りです。なるほど、はい、結構お手軽っちゃお手軽ですよね。そうですね、はい、他にどんなのが増えたとかありますか。例えば、まあ、検査の啓発というところで、うん、はい、MRI や CT と結構大型の医療機器を導入されているようなクリニック様で、はいはい、まあ、こちらのやっぱりその相談というところが増えたというところでお声をいただくようなケースもございます。はいはい、そうすると割と自費系に向いてるなと今思ったんですけど、例えば皮膚科さんが、はい、まあ、脱毛を始めたりとか、はい、まあ、そういうことも啓蒙しても
いいっていうことですよね。おっしゃる通りですね。なるほど。患者さんから言ってもらうっていうのは結構大事ですよね。これこのクリニックでこの疾患や検査って相談できるんだっていうところで、うん、患者様も知っていただけますので、はい、もしご興味がある方はそのお声掛けくださいっていうところで、うんうん、一声言ってるだけでもかなり相談はしやすい環境ができるのではないかと。確かに先生方もそうかもしれないですけど、はい、売り込みみたいなのはやっぱり心理的にハードルがこう高いですから、はい、これがまあ自動的に営業啓蒙ツールみたいになってくれると非常にまあありがたい存在になるっていうことですけれども、はい、まあ、最近だとどういう流し方が主流になってる感じなんですか？最近ですと動画が人気です。はいはい、まあ、いろんなこう動画があるかなと思うんですけど、例えばどんな動画になるんですかね？実際の動画を流させていただければと思うんですが、はい、なるほど。睡眠時無呼吸症候群ということで、はいはい、なるほど。あれ、そうかそうか。僕割と想像するのはパワーポイントで作ったような紙芝居的なのを想像するんですけれども、これはそれを超えてちゃんとアニメーションがついてたりするような感じなんですね。本当すごいな。おっしゃる通りです。はい、やっぱりこういう動く感じの方がいいですかね。昔はいわゆるそのパワーポイントのような紙芝居形式のものが多かったと思うんですけど、やっぱり動きがあった方が患者様の目を引きやすいというところがございますので、なるべくビジュアルで分かりやすいようなものが適しているかなと考えております。はい、例えば睡眠時無呼吸症候群の、なるほど、疾患のメカニズムの紹介の動画になりますけれども、はいはい、あ、本当だ。そうか、ここが今膨らみましたけれども、はい、いびきがどうのこうのみたいなこう説明にこうなってくるような感じなんですね。はい、なるほど。確かにここがもう狭まったっていうのがアニメーションでわかるので、まあ、こういったようなところで啓蒙していくっていうのがトレンドになりつつあるということなんですけれども、はい、先ほど流した動画のようなものをですね、はい、診療体験の一部に組み込んでいくというところがトレンドとしてあります。はいはい、例えば耳鼻科でよくネブライザーというのが処置があると思うんですけれども、ネブライザーの隣に睡眠時無呼吸症候群 の, 案内を流して、でさらにその隣に患者指導線を、はい、設置しておいて効果的に疾患の啓発を行うということも可能となっています。そうかそうか。今僕待合室を中心に考えてましたけど、患者さんが待機してるっぽいところってまあいっぱいあって、耳鼻科さんとかまあ小児科さんですとこうネブライザー、まあ、確かにずっとやってる暇なのでそういう時にこういう啓蒙のものがあってもいいですし、そう考えるといろいろありますよね。中待合もそうだし、もしくはそのいろいろ診察室があって、まあ、患者さんが待ってるシーンっていうのがあるので、例えばこういうタブレットだったらこうお渡しをしながらこう見ていただいて、その後その会話が弾むかもしれないっていうところでこう活用ができるっていう感じですよね。はい、おっしゃる通りです。はい、この動画を説明でもいわゆる検査の説明に使用することも可能となっております。はいはい、スタッフさんとかドクターが説明するんじゃなくてタブレットの動画に任せちゃうっていうのもこれでできるというか、一石二鳥になってる場合もあるということですよね。おっしゃる通りです。はい、この画面でいくと、あ、はい、LINE で情報配信してるから登録してねっていうのも、はい、これネブライザーの上ですかね、鼻って書いてあるから。おっしゃる通りです。診療の終わりの方にこれを持ってくるみたいな、まあ、そういう活動もこうできるというところなんですけれども、はい、本当にいろいろ活用できそうですよね。はい、ホームページに活用されているクリニック様もございまして、はいはい、山口県の伊達整形外科リハビリテーションクリニック様のところになりますけれども、はい、クリニックの紹介動画を、はいはい、掲載をされてたりですとか、はい、各疾患のですね説明ページに動画を掲載して、うんうん、まあ、そちらの疾患を分かりやすく啓発しているようなところもございます。なるほど。一つ動画作ったらリアルな場所だけじゃなくホームページにも貼れるから、それこそ一石三鳥二鳥って言いましたけど、まあ、三鳥四鳥になることもできるということですね。おっしゃる通りです。時間と空間を、うん、またいで動画を活用することが可能となっております。はい、まあ、確かに有用なのは分かるんですけど、はい、動画って結構作るのも大変だし、まあ、お金がかかるんじゃないかなっていうところではあるんですけれども、これはどうなんですかね。動画のいわゆる外注という経験をされているクリニックさんもあると思うんですけれども、はい、動画をまあ外注するとやっぱり1本作るのに3分の動画で20万とかかかったりですとか、はいはい、かといってその自分のクリニックで
動画を作成しようとすると10時間とか、まあ、それ以上かかってきてしまうこともありますので、コストやあの労力というところになかなか手が伸びないクリニック様は多いんじゃないかなと考えております。そうですよね。御社でもそのツールはご提供しているっていうことでいいんですかね。おっしゃる通りです。ちなみに御社だと作るのにどれくらいかかるんですか、費用が。毎月5本まで制作が可能となっておりまして、はい、月額が1万6000円となっております。ちょっと待ってください、16万とかじゃなくて、はい、1万6000円で5本作ってくれるってことですか。はい、さっき20万っておっしゃいましたよね。その前提が全然ガラガラガラってこう崩れる感じなんですけれども、1万6000円のサービスには動画だけじゃないと思うんですけど、何が含まれて1万6000円になるんですか。はい、こちらのサービスの中にですね、はい、ユニアンのモニターで放映をするための放映機器というものがついているというところと、はいはい、共通番組という、うんうんうん、テレビのようなコンテンツの自動更新の番組が約20本ぐらい、はい、こちらにまあ入っておりまして、はい、まあ、そちらが使えるというところと、はい、まあ、プラス毎月5本の動画制作ですとか、うん、はい、もしくはそのストックの動画サイトというものがありまして、はい、そこから動画を使用できるようなサイトというのを提供しております。で 今おっしゃっていただいたことをちょっとスライドに流していただいてるんですけれども、モニターに映すための機器をこれお貸しいただくっていう感じになるんですか。おっしゃる通りです、はい、でその中には番組みたいなものも含むけれども、オリジナル動画を作ることもできるし、動画のストックサイト、まあ、いろんな疾患の説明だと思うんですけれども、まあ、そういうのが約1000本ある状態で、これが毎月1万6000円ということで、はい、僕は割と安かろう悪かろうとか、ただこそ高いものはないっていろんな先生方に啓発してる感じなんですけれども、これなんで安いんですか。こちらのからくりを正直にお伝えしたいと思いますと、はい、企業様から調査をいただいている、はい、形、協賛いただいた費用を医療機関の皆様に還元しておるといった仕組みとなっております。なるほど。それって例えばどういうふうなものになるんですかね。はい、例えばですけれども、健康に関するようないわゆるその商品のいわゆる、まあ、簡単なご紹介ですとか、はい、まあ、いろんなクライアント様がいるんですけれども、基本的にはその医療とは全く関係ないものは流してなくてですね、うんうん、まあ、医療機関に流しても問題がないようなコンテンツといったところを協賛をいただいております。そういうのが CM っぽくこう挟まってくるようなイメージなんですかね。そうですね、だいたい1時間に1本ぐらいという形で流れるようなイメージなんですけれども、はい、本当に短い時間にはなりますので、うんうんうん、医療機関で流しても問題のない。なるほどなるほど、まあ、そういう CM みたいなのがこう挟まるので、はい、CM を流してくれている料金として、まあ、お安くなっているという形なんですね。おっしゃる通りです。なるほど。ちなみにこの動画ストック1000本ってどんなのがあるんですかね。実際のサイトをお見せしたいと思います。これがこのサイトということで、はいはい、こういうサイトから選べるってことなんですか。おっしゃる通りです、はい、例えばどんなのがあるんでしょう。まあ、診療科別に取得されているようなものがございまして、うん、例えばですけれども、まあ、整形外科で申しますと、まあ、子どものロコモに関しての、はい、まあ、啓発ですとか。本格的なアニメーションですねこれ。はい、ありがとうございます。なるほどなるほど。こういうのがあったり、新型コロナワクチンは公費による接種は3月31日で終了しますみたいな、まあ、こんなのもこうある感じで、タイムリーにいろんな動画が追加されてるようなイメージでいいんですかね。はい、おっしゃる通りです。すごいな。ユーザー様が約、はいはい、まあ、2000件以上おりますので、やっぱり依頼を多くいただくようなものに関しましては、こちらからプロアクティブに番組コンテンツを用意して、うんうん、他の医療機関様でも使えるようにコンテンツを企画しております。はい、で今度オリジナルの動画もし差し支えなければどういうのを皆さん作られてるのかなっていうのを見てみたいんですけれども、はい、例えばですけれども、耳鼻科さんまで、はい、人気のコンテンツで言いますと、20分で分かるアレルギー検査というところで、うんうん、アレルギーの原因、はいはい、こうした検査が簡単にできますよというところでコンテンツを作られている、うん、クリニックさんもございます。あ、先ほどの、まあ、共通の疾患の説明の動画っぽいかもしれないんですけれども、はい、クリニックによって文字とか文言とか自分で考えたいとか、絵柄とかオリジナルにしたいとか多分あると思うので、オーダーメイドでお作りすることができるっていうことなんですね。はい、おっしゃる通りです。あとはこんな感じでクリニックの紹介みたいなのも作ってもらえるというところなんですね。はい、こういう院長先生のご挨拶みたいなのを入れたりとか、
こういうのやってますよっていうふうにして、はい、まあ、これも啓蒙もここの中にこうはめることがこうできるっていうことなんですね。おっしゃる通りです、はい、クリニックの強みですとか大事にしているといったところを、はい、短い時間でお伝えすることができますので、うん、そうしたところでご活用されているクリニック様が多いです。そうか、最初の水道の絵にこう戻ると、はい、たまった人がリピーターになるためにここを気に入っていただくためのツールとしても、まあ、もちろんこう使えるっていうことですよね。はい、おっしゃる通りです、はい、こういう紹介の、まあ、動画も見させていただいたんですけれども、他にどういうのがあったりするんですかね。例えば小児科の先生が活用されている事例ですと、うん、はい、お子さんからいわゆる先生ありがとうというところで先生の絵ですとかプレゼントをいただくことがあると思うんですけれども、はいはい、そちらの写真を撮って動画に流したりですとかされているクリニックさんもございます、はい、診察室に貼ってるようなクリニックもありますけれども、はいはい、まあ、そうすると髪がベタベタになっちゃうのでサイネージを使って啓蒙するっていうのも一つ手段としてはありえますよね、はい、ありがとうございます。今いろいろトレンドみたいなところも伺ったんですけれども、加藤さんから見て今後こういうサイネージとか待合室のマーケティングってどんな感じになっていくと思われますか。そして待合室に限らず動画の活用というところで文脈で申しますと SNS に動画を配信したりですとか、うん、はい、ホームページに動画を掲載したりですとか、待合室に限らずいろんなところでこうした動画の活用が進んでいくのではないかと考えております。なるほど、院内の、患者さんが滞留しているところを主にっていうところだったですけれども、そこにとどまらず、ウェブサイトの案もありましたけれども、インスタに流したり X に流したりいろいろ活用の幅がこう広がるようなデジタルツールを1個作って、それこそ一石何鳥にもこうしていくような感じが今後トレンドになるかもねっていうところですよね。はい、おっしゃる通りです、はい、ちなみにさっきご紹介していただいた1万6000円のサービス、これ見て興味持ったなっていう人いると思うんですけれども、はい、何という商品名で問い合わせればいいんですかね。クリニック向け動画サービスメディキャスター、はい、というもので問い合わせをいただければと思います。なるほど、ちょっと概要欄からそこには行けるようにしておきますので、はい、もしご興味のある方はお問い合わせいただければと思うんですけれども、はい、ちなみになんかこの動画見たよとかでサービスとかしてくれたりするんですかね。実は今回特別にですねウェブリーチャンネル限定の特典を用意させていただいております。うわすごいな、はい、言わせたみたいになってたり、通販番組かみたいな感じになってますけれども、特典はちょっと今おっしゃっていただきにくいかもしれないんですけど、何かしらやっていただけるということで、はい、導入のご検討していただければというふうに思います。今日はですね、待合室のマーケティングということで、動画の活用がポイントになったかなと思うんですけれども、レイヤードの加藤さんと一緒にお伝えをいたしました。加藤さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。待合室のモニター、いろいろ活用の幅があったかなというふうに思います。まずはスタンダードな事例として、呼び出しなど、スタッフさんの負担軽減でモニターが使えるというところ。それから合わせてプライバシー保護になったりですとか、呼んだんだけど来ないっていうことの軽減になるとですね、動線が改善されたり、患者さんと患者さんの診察の間の時間を減らしたり、こういう効果も考えられるかなというふうに思います。それから今日のメインみたいなところでもありました、啓蒙活動で収益を増やしていくということで、もちろん必要ない患者さんに必要のないことをするということはないですけれども、動画の活用によって、もともとニーズがあったり欲しかったものを自分のところで受けられますよということの興味を引くツールとして十分にこう活用ができるかなというふうに思います。これいりませんか、これ必要ですよねってなかなかこう言いづらいところを患者さんから欲しいって言っていただくということは非常にお互いにとってメリットが大きいんじゃないかなというふうに思います。モニターは待合室のような形で発信をしがちなんですけれども、院内のあらゆる場所をアップグレードするものとして、iPad のようなツールがありますので、どこでもですねその動画が見られる、説明ツールでも使える、ネブライザーみたいなところでも使える、皆さんのアイディア次第でいろいろ活用できるんじゃないかなというふうに思います。それからその動画をホームページとか SNS などネットの方にも拡散をして、同じ情報をリアルでもバーチャルでもこうつなげていくっていうことができました。それからインタビューではお話しできなかったんですけれども、指導線にですね QR コードをつけて動画を見る、例えばこの薬の飲み方みたいな形で QR コードで飲み方を
動画で見るっていうこともできるかと思います。まあ、先生がいくら説明してもですね、それを 100% 覚えてるかどうか分かりませんので、まあ、そういった意味では動画の活用というのは紙からデジタルっていうところでつなげるということもできるかなというふうに思いますので、一つで何度でも美味しいツールに変化させていくのが今後のですね、まあ、こういったツールの活用なのかなというふうに思いました。で、レイヤードさんが出していらっしゃるメディキャスターという商品は、なんと1万6000円で、まあいろいろプランがある中の、まあ一番スタンダードなところのプランですけれども、月5本までオリジナルの動画ができるということで、まさに破格というかですね、私 YouTube 作成しているので分かってるんですけれども、動画5本1万6000円なはずがないんです。ただ、安いにはちゃんと理由があって、スポンサーがしっかりこうついているということで、そこのニーズとニーズを組み合わせるレイヤードさんの凄さっていうのも実感することができたかなと思います。まあ、レイヤードさんいろんなツールを出してまして、予約システムとかもあるんですけれども、院内に表示する予約システムはレイヤードさんのじゃないと表示できないというわけではなく、まあ比較的どの予約システムとも合うんじゃないかなと思いますので、この待合室をアップグレードしたいなと思われた方はですね、まあ、特典がついているということなので、ぜひ概要欄からお求めいただければというふうに思います。まあ、待合室のマーケティング、今日はモニター編のような形でしたけれども、例えば自動生産機、問診のツール、場合によっては紙は NG 風にインタビューでは言ってしまいましたけれども、紙をさらにアップグレードして有効活用するということもできるかなというふうに思います。まあ、そういう形でただの待ってる時間を違う空間にしてしまうということは委員会においても非常に重要だと思います。ただ一方で待ち時間というのは IT ツールの活用で限りなく短くなって、この動画でも紹介してますけれども、待合室がないクリニックっていうのも出てきました。まあ、そうするとウェブとの融合みたいなことにもなっていきますので、広い意味でウェブで待ち合わせのような形のところも生まれてくるかもしれませんし、オンライン診療のようなところで先生が入室してくるのを待ってる、まあ、そういった活用もあり得るかもしれませんので、この広い意味での待合室マーケティング、今後もですね、いろんなこう訴求の仕方をお伝えしていこうと思いますので、チャンネル登録としていただいて、引き続きウォッチしていただければ幸いです。それではまた次回。